半米岩尾先生です。またね、妨害が多く入ってくるんだけども、まだ稼げそうだなということでね、バイナリーオプションでダメだって、詐欺をやり始めたとかね、人々の中でね、言う人がまた出てきました。人間たちはね、妨害は絶対やめないんだけども、ちゃんと真面目な仕事でやってるんだけども、少しでも稼げるとね、人間たちは一斉にね、妨害してきます。直接その本人に、 YouTuber でもいるんですね。 YouTuber のテレビ見たらもうそう言い出しましてね、またやり始めたなって言って、で殺すぞって言ってくるわけですよ。口でも言ってくるし、ほとんど頭で言ってくるんだけどね。で、幕府の力は人間全員みたいなんだけども、上の生物なんでね、人間はみんな知恵送りなんですよ。それでね、違う上の生物は嫌ってまして、徹底してね、稼げるようになってくると妨害してくるんですね、人間全員がね。で、あと宇宙生物がいまして、私のデッキの宇宙生物がいまして、それも一緒に今来て、後から来たみたいですね。で、呼吸合わせでね、その対応しないといけないわけですね、人間たちと敵である宇宙生物ですね。これはね、バクテリアみたいなもんなんですけどね、宇宙生物の敵はね。で、人間たちのね、あらゆるその核兵器とか兵器も全部使ってくるんですね、人間たちの妨害はね。私上の生物なんで、福島原発もね、私こっちに移ってきたんで攻撃でやった付け火なんですけどね、事故じゃないんですね。それから東海村臨海事故もね、付け火なんですけども、あとマレーシア航空機の撃墜もね、私がリゾートを、ね、買いたいなということでね、打ち合わせをしてて、打ち落とされたんですね。そんな大きいこと人間たち妨害でね、仕事妨害でしていきます。ただ広範囲に離れたとこね、不安を取ってないところ、弱いところをやられます。まだ行くか乗るか乗らないかっていう、状態の時ね。で、保安取りませんから、そういう時はね、行かない時はね、まだ行かない時はね、そういう時に徹底するんだけども、今もバイナリーオプションで稼げそうだということでね。テレビとか何も見てないんですよ。私の脳波だけ聞いてるんです。人間ってね、人の上の生物のね、脳波を、私の脳波を24時間聞いてるんですね、人間全員がね。それで動きをキャッチしてて、で仕事でちょっとも稼げるなという時にね、それをノウハウを聞いてね、団体で100億人もね、一人のね、上の生物の頭聞いてると、別に何もテレビとか見なくても聞けるんですよ。でそれを徹底してまして、人間って義務教育もテレパシーでカンニングしないと、団体の頭つかないと卒業できないんですよね。すごく知恵送りなんですよ。で、ちゃんと一人で話してきてても、
実は違って団体の頭使ってるんですね。だ人間っていうのは話も聞いたりすることも一人ではできないんですね。で団体でね、そのことをね、聞いてそれで答えると。で、何もねしないと全然相手になってめちゃめちゃなんで、団体の頭使ってないとめちゃめちゃなんで全く無能なんですけども、仕事の妨害でね、あの団体の頭を使って知能を働かしてるような真似をしてきて嘘をつくこともありますね、人間の場合はね。で、上の生物なんでね、生物ってね宇宙全体で生きてるんですよ。でね、人間の100億人の100億人以上の宇宙生物がいてね、上の生物、人間には味方いませんけど、人間のね、上の生物が宇宙にいるわけです。強いのはね。それで、ね、調整して今の妨害をね遮断するという。ただ人間をね、そういう妨害だからその大損害するわけですね。でまたうまくボディーガードやってても例えば仮想的にね。人間たち殺してくるんですよ、ね、でそういう犯罪なんで多く試験しないとダメなんですね、人間たち。そういう妨害の時にねたくさん試験して殺さないとダメなんですね。絶対手引きません。だからし殺さないと手は引きません、人間の場合はね。だからそれをね試験にしないとね、人間たちの犯罪ね。で人間たちは私のやってることをそのなんていうか犯罪じゃないんだけど、それを犯罪と言ってくるわけですね。私が稼ぐことを犯罪って言ってくるんです。ね。